有限会社猫の尻尾は日本の同人誌印刷所。神奈川県川崎市中原区上丸子八万町に本社、同町内に受付事務所がある。玉川工場は高津区下野毛にある。内田社長が過去の経験から一般の人が気軽に利用できる印刷所を作りたいと考えたのが企業の原点となる。その後、パソコン通信で知り合った。 荒牧義光専務と共同で当社を設立した。同人誌主体の印刷所としては、後発の部類に入るため、後発の強みを生かし、デジタル原稿への対応や、設備投資を積極的に進めてきた。2012年には、川崎市内の印刷業者としては唯一、印刷物の国際標準に準拠した、認証制度、ジャパンカラー2001の認証を取得した。社長をはじめ、 社員全員が同人活動の経験者である。業務内容には同人誌即売会の企画、運営も掲げられている。また、イメージキャラクターのドール販売や自社サーバーでウェブラジオを配信するなど、既存の同人誌印刷所とは一線を画す企業姿勢が特徴である。また、漫画文化の発展に貢献すべく、川崎市内で定期的に アニメソングのライブを主催したり、2013年7月には、川崎フロンターレのイベント、東映、漫画祭りに協力し、フロンターレの所属選手を題材にした、飛行人道認死を販売するなどの企画を行った。2015年には、幕張メッセのイベント、コミュケットスペシャル6、オタクサミットに、川崎市観光協会及び、川崎フロンターレとタッグを組みブース出展した。 その社名からペットショップと間違われることが多いという、ありがとうございます。